世界中で見てもヤンバルの森にしか生息しない昆虫。夜のヤンバルの森に入ってきました。過酷だわ。沖縄もアルバネクワガタ出てきました。ヤンバルクロギリス、ヤンバルトカゲモドキがいます。琉球コクワかな。マジいた。あれそうだよ。おおお、あれそうやろ。おお、皆さんこんにちは、ムシオカです。ムシオカの YouTube、 2018年の9月から始めて丸6年が経ちました。その中でいろんな昆虫採集に挑戦してきましたけれども、今回正直最終回と言ってもいいレベルの昆虫を探しに来ました。この6年間の中の日本の昆虫採集では一番過酷で最高難易度なんじゃないかなと思います。本日は沖縄県北部ヤンバルの森付近にやってきております。今回狙う昆虫、世界中で見てもヤンバルの森にしか生息しない昆虫、ヤンバルテナガコガネを探しに来ました。ヤンバルテナガコガネとは、ヤンバルテナガコガネとは国の天然記念物にも指定されている巨大なコガネムシです。名前の通りオスの成虫は非常に長い前足を持ちます。この昆虫が正式に発見されたのは1983年、発表されたのは1984年であり、発表された時にはすでに絶滅の危機が迫っていたと言います。ヤンバルテナガコガネが大きく数を減らしているのは主に山林の開発が原因で、初発見時も山を切り開いてダムを作る際に水銀灯の明かりに飛んできたと言われています。大きく数を減らしているこのヤンバルテナガコガネに出会うのは非常に難しいと言われています。一つは生息地域、生息環境が非常に限られているということです。沖縄県北部ヤンバルの森は非常に広く、ハブも生息しており、険しい山道が多いため気軽に捜索できる環境ではありません。もう一つは活動時期が非常に限られているということです。野生での詳しい生態が分かっていないため様々な情報が書かれていますが、どうやらヤンバルテナガコガネの成虫の活動を目撃できるのは1年のうち数週間しかなさそうです。そういった理由から非常に出会うのが難しい昆虫と言われています。というわけでまずは日中にヤンバルの原生林の方にやってきました。ヤンバルテナガコガネはおそらく夜行性なんですけど、ちょっとお昼の間にポイントをチェックしてヤンバルテナガコガネどういう木につきそうかというのを探していこうかなと思います。ただ正直ね、我々去年もヤンバルテナガコガネ探しに来てるんです。ムシオカの動画で言うと、去年丸バネクワガタを探しに行くなんていう動画あったと思いますけれども、あれ実はメインテーマとしてはヤンバルテナガコガネを捜索しに行ってたんです。ただ去年3泊4日ヤンバルの夜の森を駆け回りましたけれども、ヤンバルテナガコガネに出会えておりません。本当に日本の昆虫の中でもラスボス級に出会うのが難しい昆虫だと思いますので、今回も気合い入れて頑張っていきたいと思います。どうしたイグル？ヒメハブ。うわ危な。そう、ヤンバルの森はこれが怖いんですよね。ヒメハブです。この森にはヒメハブとそしてホンハブが生息しています。このね、ヒメハブに噛まれる分には生死に関わることはないんですけども、やっぱりホンハブに噛まれると本当にヤバいんでね、夜の森は気をつけなければいけません。いやー、ヤンバルの原生林すごいな。お、今ねめっちゃいい木があったので、この木でヤンバルテナガコガネの生態をちょっと説明したいなと思います。どうやらヤンバルテナガコガネを探すポイントは、こういう朽ちた大木を夜に見ていくのがいいみたいです。というのも、こういう巨大な広葉樹の樹洞に溜まったこういう腐葉土とかフレークに産卵しに来るみたいなんですね。で、どうやら幼虫はこういう樹洞に溜まった腐葉土とかフレークを食べて成長するみたいです。幼虫期間は約2年から3年かかるみたいで、この樹洞腐葉土の中で育って、その場で幼室を作って成虫が脱出してくるみたいです。じゃあそういう都合のいい樹洞はどうやってできるのでしょうか。ヤンバルテナガコガネが好むような樹洞形成にも、ヤンバルの森に住む希少な野生動物たちの生態が関係しています。まずはこの森に生息しているキツツキの仲間ノグチゲラが木に穴を開けて巣を作ります。そしてその巣穴をノグチゲラが放置した後、そこをケナガネズミなどが利用することによって大きな樹洞が形成されていくようです。しかしこのノグチゲラもケナガネズミも両方絶滅の危機に瀕しています。ノグチゲラに関しては日本のヤンバル固有種で、現在推定生息数が300羽とも言われております。ですのでヤンバルテナガコガネの絶滅を防ぐためには、森林破壊を防ぐだけではなくて、こういった野生動物の多様性を守っていく必要があります。
うわー、見てこの木、めっちゃでっかい立ち枯れです。で、ここにですね、こうやって木のフレークが溜まってるんですね。で、このフレークよく見るとこうやってちっちゃいカブトムシのうんちみたいなのがあるんです。最初ヤンバルテナガコガネの幼虫のちっちゃい糞なんかなと思ったんですけれども、詳しい人に聞いてみると琉球オオハナムグリの糞の可能性が高いとのことです。琉球オオハナムグリもこうやって樹洞のフレークなんかを食べたりして育つみたいなので、まあおそらくこのうんちの大きさはヤンバルテナガコガネではないのかなと思っちゃいますね。なんとヤンバルテナガコガネの木を探してたら、木の根元にヤマガメがいました。まあ琉球ヤマガメでしょう。琉球ヤマガメ、それはどういうカメですか？ヤンバルと久米島、まあこの辺に住んでる固有の天然記念物のカメです。こんな水から離れてても暮らせんの？ヤマガメっていうんで、その通りで、まあ山を歩いてるような石亀科なんですけど、山を歩いてるようなカメですね。なるほど、そうか、天然記念物ちゃんがこんなところにもいるのか。過酷だわ、スマトラ島を思い出すね。神秘的。夜の8時になりました。決戦の時だ。さあ、夜のヤンバルの森に入ってきました。きっとこの時期のこの森のどこかにヤンバルテナガコガネがいるはず。今年は絶対出会うぞ。というわけで、夜のヤンバルの森に到着しました。ヤンバルテナガコガネの捜索を始めようかなと思います。去年のリベンジなるか、行ってみよう。お、森に入っていこうと思ったら入り口に沖縄石川ガエルがいるじゃないですか。しかも青いぞこれ。そう、過去虫岡の動画にもね、沖縄石川ガエル出てきたと思うんですけれども、基本はね、緑にこの黒いまだら模様があるんですよね。でもね、この色彩変異個体でこうやって青い個体が周りに出てくるみたいなんですけども、ここまで大型で青い個体が出てくるのはかなり珍しいみたいです。いやー、これはヤンバルテナガコガネ見れるってことやで。このヤンバルテナガコガネ捜索、本当に過酷なんですよね。もう道なき道を3時間とか4時間かけて歩いたりする時もあります。ですので、リュックサックには飲み物と塩分タブレットとプロテインバー、こういうのを持って万全の状態で挑まなければなりません。というわけで捜索スタートです。さあ、過酷な道を歩いていきましょう。おい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 、林道入って1分も経ってへんぞ。なんと沖縄マルバネクワガタ出てきました。早いね。おー、すげえ、すぐ出会えたよ。これはいい環境だ。テナガいるぞきっと。ひー、過酷だね。でもまずはおそらくヤンバルテナガコガネがついてるであろう大木にたどり着かないと。まあここにね、大きい樹洞があってフレークは溜まってるけど、ちょっと古い感じもするな。今はマルバネクワガタの発生木とかになってるんじゃないかなと思いますね。マルバネクワガタはね、こういう根元が腐っているような大木とかに産卵しに来たりするみたいですね。テナガコガネが木を終わらして、その木をマルバネクワガタが餌にする、そういう流れなのかもしれません。おお、またすぐマルバネ2匹目。これまあまあ大きいね。あ、この子大きいね。6センチ以上あるかな。めちゃくちゃいい形してます。いや、沖縄マルバネクワガタ2匹目。いや、いい環境だ。ほら、この大木思いっきり倒れてるよね。そして木の中がスカスカ。おそらくね、こういう木もヤンバルテナガコガネがとは言わないですけど、そういう生き物たちによってどんどん中が朽ちていって、その結果こうやって朽ち木になっていく、そういうサイクルのもと生まれた倒木やと思うんですよね。これ皆さん見てください。これ木に釘が刺さってます。これ何かというと密漁の跡です。そう、この大木ね、上を見ると完全に樹洞があって、ヤンバルテナガコガネが発生しますっていうような巨木です。じゃあこの釘を打って何をするのかというと、この釘を打って木を登っていって、あの木の中から幼虫を掘り出して密漁するという行為があるみたいです。ですのでね、この釘が刺さってたということは、おそらく密漁者がこの木からヤンバルテナガコガネの幼虫を取っていったのか、まあ、はたまた覗いたけどいなかったのか、まあ、確実に何か犯罪の跡な感じはしますね。わあ、でもやっぱり密漁者がいるってことはヤンバルテナガコガネここら辺にいるんやな。お、なんと林床にはヤンバルトカゲモドキがいます。以前虫岡の動画に出た時は黒岩トカゲモドキとなっておりましたけれども、なんと沖縄に生息するこのトカゲモドキがヤンバルトカゲモドキと黒岩トカゲモドキの2種に分かれたそうです。イグルさん、何が違うんですか？鱗の数とか背中の模様がちょっと不明瞭、ヤンバルの方は不明瞭な傾向があるっていう。なるほど。いや、今日も沖縄で貴重な生き物いっぱい出会えております。でっか。
めっちゃでかい大ゲジいるわ。コロッケぐらいあるぞこれ。でっか。もうすごい樹液出てますね。なんかね、本によってはヤンバルテナガコガネ樹液にも来るなんていう風に書いてあるんですけども、でも別の本ではヤンバルテナガコガネは成虫になったら何も食べないとか書いてあるんですよね。本当にまだ詳しい生態が分かっていないような生き物なんだと思います。というわけで、虫岡の大好きな昆虫ヤンバルクロギリスが出てきてくれました。もう虫岡の家にはね、2年前に採集したヤンバルクロギリスの赤ちゃんがいっぱい増えて、今年は虫舎とかにも持って行ったりしましたね。いやーでもいい虫や、かっこいいな。いやもう毎年のように見たいね、ヤンバルクロギリスは。うわー、樹洞を覗いたらヤンバルクロギリスおりました。去年もね、マルバネクワガタとかテナガコバネ探しに行った時、このヤンバルクロギリスにいっぱい出会いましたね。いい虫だ。木登りトカゲちゃん、お前の友達のテナガコガネちょっとだけ紹介してくれへんか。ちょっと撮影させてもらうだけや、撮影料はたんまり払うで。夜中1時半です。夜の8時ぐらいから森に入ったから5時間近く捜索しましたね。しかしヤンバルクロギリスも沖縄マルバネクワガタもいっぱい見れたけど、ヤンバルテナガコガネは出てこずです。厳しいな、やっぱりなかなか最終回を迎えさせてくれへんか。うわこの木もすごいね。こういうところで発生するんじゃないんかな。夜中の3時を回りました。1日目はこの林道で最後かな。いやーすげえな、これは元ヤンバルテナガコガネの発生木かな。こういう木はいっぱいあんねんけどな、本人がおらん。ヤンバルマイマイ、お前の友達の手が長いコガネムシ連れてきてくれへんか。写真撮るだけや、頼む。2日目夜、ヤンバルの森にやってきました。今回ね、3泊4日でスケジュール組んだんですけれども、どうやら明日夜が雨っぽくて捜索できるか分かりません。というわけでもう今日は最終日のつもりで挑みます。朝までやります。おーマジか、車からなんか黒い虫が歩いてんの見えたんで急遽車降りたら、なんとちっちゃい沖縄マルバネクワガタが道を歩いております。うわ、発生木から離れてこうやって道を歩いちゃうこともあるんだね。よかったな俺たち気づいて、惹かれるとこやったで。ここはねもう車通りも少ないところなんで、おそらく僕らの後ほとんど人は来ないと思うんで惹かれることはないと思います。メスを探しに行け。雨が降ってきたね。今ちょっと落ち着いたタイミングですから、もういっそのこと森に入ってきちゃいましたけれども、雨の何が鬱陶しいってね、もちろん濡れるのもそうなんですけど、葉っぱとか木の幹が光るんですよね。やっぱり僕らもヤンバルテナガコガネはライトを当てた時の反射で探したいっていうのもあるので、雨にキラキラされると困ったぞ。あー昼間見たでかい木ですね。ハイサイ探偵団の動画こういうところにポンってついててんけどな。あクワガタいる。沖縄平田クワガタがいました。ここに来てクワガタかい。なんと木に止まっているのは琉球コクワかな。本州のコクワガタはすごく顎が長いですけれども、この琉球コクワは大型のサイズになっていっても顎は短いですね。本州のコクワって一番見るクワガタのイメージありますけれども、この琉球コクワは沖縄のクワガタの中でも結構見るのが珍しいクワガタみたいです。マジ？いた。あれそうだよ。おおお、あれそうやろ。おおおったぞ。いた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 、よう見っけたな。あれどうすんねん。でもあれついに発見したヤンバルテナガコガネは、虫岡たちが立っている場所から10メートルほどの高さにいました。国の天然記念物であるため、この状況で次の手を打つことができず、カメラを限界までズームして撮影することしかできませんでした。木から降りてきてくれるわずかな可能性にかけて、雨の中しばらく待ってみましたが、その場所からほとんど動くことはありませんでした。降りてきたりとかの撮影チャンスがあるかなと思って待ちましたけれども、雨も降ってきたしやばいな、これは無理だな。いやー皆さん見つけましたけれども、
ご覧の通り、我々が立っているところから10メーターほど上です。そしてヤンバルテナガコガネ、最初にも説明したように国の天然記念物でございます。もちろん捕獲などはできないですし、触ったりとかつついて落とすなんてこともできません。ここでもう何十分も待ちましたけれども、ああやってちょっと動いただけでもちろん下に降りてきてくれることはありませんでした。仕方ないけどここでお別れです。めっちゃ悔しい。まあでも仕方ないし、でもまあ2年目でここまで来ていることが分かったっていうのは本当に大きな一歩だよね。去年もそうやし今年もそうやし、散々歩き回って死骸すらも見つけられへんかったから、本当にいる生き物なんかなとか、もう絶滅してしまったんじゃないかとか思ったけど、本当に生きてるヤンバルテナガコガネが今目の前にいることだけで感動です。いや、これはまたいつかリベンジしに来て目の前にいるところを見よう。いや悔しいわ。朝の6時です。我々はまだヤンバルの森の中にいます。どうしてもね、目の前で見たくてあれからちょっと捜索しましたけれども、もう空が明るくなってきました。さすがに諦めよう。悔しい。次の日、雨がマシなタイミングで長竿の先にスマホをくくりつけて、昨晩テナガコガネを確認した場所までカメラを伸ばしましたが、やはりその場所からはもう姿を消していました。世界中でこの森にのみ生き残っている希少な昆虫、現在もどんどん数を減らしていると考えられています。もしかしたら数年後にはこの世界から絶滅してしまうかもしれません。またこういった絶滅の危機に瀕している生物はテナガコガネ以外にもたくさん存在しています。この動画を通じて虫や環境問題に興味がなかった人にも、こういった存在を少しでも知ってもらえると幸いです。来年以降捜索しに行った際にもまた出会えることを祈るばかりです。ご視聴ありがとうございました。虫岡でした。何ですか、どんなに抱きしめても。